おはようございます。おはようございます。一足先に雪景色。今日バッチリ出てるね、くまなく。出ます。氷河も太陽がちょっと、あそっから上がってくるね、太陽が。今日はですね、あれからここのレストランで美味しいお肉を食べて、ご飯意外といけてた。美味しかったね、お肉ね。部屋に帰ってすぐ寝ちゃいまして寝てる間にね、誕生日迎えちゃったんですけど、ハッピーバースデー。43歳になりました。イエイ、素晴らしいスタートじゃないですか。でね、夜中ねちょっと起きたりとかして、またホルン、もうほんとね、昨日ずっと雲がなくて夜、月明かりにね照らされてるマッターホルンも夜中見れたりとかして、あんな山の顔って、特にマッターホルンであんな顔見れるなんて、人生最高の、思い出だったかなっていう。ちょっと高山病気味、ね、頭痛いね。心臓がバクバク、脈拍がすごい速くて眠れなかった。私は 2000m 以上の、ね、ところに高山病のリスクがあるということで、まあ、3000m はねもろにデンジャーゾーン。ちょっと2泊はできないわ。そうだね、ちょっと1泊でよかったですね。こんなところでヒーヒー言ってるわやから、エベレストとか行ってるでしょ、すごいね。もう考えられない。だってベースキャンプで 5000m とかでしょ、そっから 8000m アタックするでしょ。心臓鍛えていかないと大丈夫？滑った気付けてよ、これ大丈夫？スティックなくて大丈夫。もうちょっとした登山ね、ちょっとあそこにね、上に向かいたいと思うんですけど、足場がもうこれすごいね。ね、あ、スララ見えるよ。スララ鳴ってる？電車が、始発がまだ来てないから、この宿に、ね、泊まってる人しか会わないから ね。客席がほんと限られてて、よく予約取れたよ。ずっと満席だったでしょ。満室だった、ずっと。すごいね。以前ね、僕両親とね、ここまで来たことあるんですけど、ちょうど多分10年ぐらい前だったと思います。その時ね、6月に来たんですけど、もうちょっと氷があったんじゃないかなと思います。こんなに溶けてね、土が見えてるなんてことはなかったので、ね、なんかライブやるみたいです。おはようございます。すごい時代になったもんよ。こんな山頂に電波があってライブ配信できるなんてね。 YouTube やってる人がいます。YouTube vs YouTuber インスタグラマー、インスタライブ。あ、山頂に着きました。すごいよ、日の出が。何これ、なんか泣きそう。何これ、わあ、本当の山頂だここね。すごい、おそらくこれが山頂で、今あそこに太陽がね、すごい。そこにクレパスが、怖い、怒ったら。もうこれね、360度ね見てもらいたいんですけど、このカメラでちょっと難しいんで、 GoPro の方に切り替えます。イエース。はい、山頂からね、ちょっと下山してきて、昨日ね、ドローン飛ばしてた場所ぐらいに戻ってきました。ビューリッパー。ちょっとね、あまりにも寒すぎてね、このね、電池の消耗が激しくて、メインのね、カメラ電池が上がっちゃったんで、もう携帯で撮ってます。ゴミは片付けますよ。すげえ。お誕生日おめでとう。わー、シャンパンがある。あと最後のプレゼント、手紙と、これなんだ、 What does it mean? チケットか、飛行機の。今日ヘリコプターツアーします。 What? マッターホルンの周りを回るヘリコプターツアーします。雨の天気予報だったし、なんかどうなるかもわかんない。本当土曜日に電話くださいって言われて、確認の。 How can we do it?It's okay って言われた。でも今日風だからちょっとドキドキしてる、分かんない。どうすんの今から下山して。それが3時だ。3時ちょうど、天気予報でね、超快晴の予報が出てたんで、これも持ってるな。うまいね。いえー、すごい嬉しい。まさかこんなプレゼントもらえると思わなかった。すごいすごい、ありがとう。
はい、ということで着きました。さっきね、板垣山からですね、電車に乗ってもうツェルマットの方に下ってきました。でも早速なんですけどね、もうヘリポート来てます。たらーん。じゃあ運転の方よろしくお願いします。任せるよ、ね、目いっぱい楽しんでいきたいと思います。今日もね、まだまだ晴れてるし、もう、ね、雲横にあるね。まだ来ないで来ないで。いやいや、最高の経験になりました。やばかったね。いや、昨日3時ぐらいにここにいたんよ、うちら。私実はチェックしてたの。めっちゃ雲かかってて、かかった、ね、いや明日大丈夫かなって本当は一人ですごい心配してたら、快晴いや晴れてましたね。雲全くなかったですね。その低い山のところにちょっとかかったりしてたぐらいのレベルで、遠くの方まで見渡せてね、アルプス全部見えたね。木々の紅葉からバーッと始まって、もう一気に見上がって、もうマッターホルンの周りをぐるぐるぐる回ってね、山頂の本当にもう目の前に山頂が見えて、あれ見た時びっくりした、ね、十字架あったね。なんかうちらがね泊まってたあのホテルもね、小さく見えたね。小さくね、さっきまであそこにいたんですけど、あそこからドローン飛ばしてね、マッターホルン頑張って飛ぶなんてしてたんですけど、スケールが全然違いましたね。目の前、あそこにいた、さっきまで。ヘリ作戦大成功でした。改めてありがとうございました。本当によかった、喜んでもらえて。いや最高のプレゼントありましたね。よかった、本当に感謝してます。素晴らしい、43歳出発です。あれでもう一回行っちゃってもいいぐらいの、ね、次ね、そう、20分コース30分40分があって、うちらは20分。いやもう十分かな、20分で。私も20分で20分ちょっと良かった、うん、もうね、耳もグワッとなるぐらい、やっぱり ねすごいスピードで上がっていくんで、ねえ、すごかったわ。よかった、私も嬉しいなんかね、まあ、何回も言いますけどね、自分の存在の小ささみたいなのをこうなんていうかね、肌っていうか魂で感じた瞬間があって、上でなんかあれは本当ジーンときましたね。見てよかった、来てよかったって思いました。なぜか 20% 割引になってたの知らないんだけど、なんでだろう。あ、そうなの、うん、ラッキー、というわけですね、今回のブログはじゃあここで、終わりになります。また次回ですね、ブログでお会いしましょう。 See you soon. Bye. Thank you for watching. またハロー、バイバーイ。